キングしの時間がやってまいりました。時刻は8時。今日契約するお題は3月のライオン。その中から、主人公例の担任の林田先生のセリフですね。でも確かに言えることは、何もしなかったらいつかは誰かに取られるってこと。好きな女の子取られちゃうよみたいなね。いきます。But I certainly can say is if you're not gonna do anything, one day someone love her。 これでいいんじゃないですか。それでは翻訳ソフトのディープル先生に答えを聞いてまいります。入力します。ドン。答えてました。What I can tell you for sure is that if you don't do anything, someone else will. For sure っていうのが確かに。で、最後の文章が誰かが取っちゃうよっていうのが someone else will。 おしゃれですね。こういうの覚えたいと思います。それでは僕が作った英文を今度は入力します。ただ確実に言えることは、何もしないでいるといつか誰かに奪われてしまうということです。いいんじゃないですか。ちょっと丁寧だけど意味はほぼ合ってると思います。なので OK とします。はい、今日は僕は